どうも、ハリスメンーハノうです。はい、というわけで、ま今回はですね、まあ、久しぶりに僕一人の動画となっております。まあ、正直僕一人なんでね、まあ、皆様的にちょっと見応えないかもしれないんですけども、まあ、久しぶりの聞き動画。ふふふ。もうみんなが一方的にただ僕の話を聞くというね、もう聞き動画になっております。まあ、最近こういう語り系の動画、まあ、なかったのでね、まあ、たまにはちょっと許してください。と言っても全然面白い話はしません。ごめんやけども。も過去一よもんない。 過去一面白くないと胸を張って言えるです。言えるんです <laughs>。ま、正直今日はご報告っていうほどのことではないんですけど、単純に最近の、まあ、心境をですね、まあ、ちょっと皆様にお伝えする必要があるかなと思いまして、まあ、今動画を撮らせてもらってます。まあ、今回する話っていうのは、まあ、最近のね、最近の出演メンバーについて、僕の考えを話させていただきたいと思います。よろしくお願いします。 この話をするにあたって、もう段落4つぐらいやって、まず段落1。第1話、鼻を闇散らかすっていうのがまあエピソード1で、エピソード2が、鼻を真理の扉を開ける。エピソード3、後輩、第一に立つ。エピソード4、後輩、そして世界の中心で愛を叫ぶ。まあこの4本自体てで、ね、今日話していきたいなと思います。え、まずね、あの僕ここね、あの3ヶ月ぐらい、ちょっと病んでた時期がありまして、実は。 11月、12月ぐらいね、あの、僕、ちょっと病んでまして、まあ、うつ病とかじゃないですけど、うつ病、いや、あのね、一人で山登りに行ったぐらい、もう一人で超軽装備で、急に深夜、車で家を飛び出して、あの、近くのコンビニに車中泊して、そのまま、もう超軽装備で、滋賀県の山登りに行くっていう、まあ、愚行は犯したんですけども、まあ、病んだと言ってもそれぐらいです。何の問題もありません。 ともはのです。最近、いろいろとね、生きる意味を見出しにくくありまして、今回は、生きるとはどういうことかを確かめたくなって、この山に登りに来ました。俺が、この山を登れたら、生存決定。 登れなかったら死ぬという企画でございます。最近の夢はですね、葉っぱの一部になりたいっていうのが最近の僕の夢でありまして。ああまあ、よ夜中に駆け出して平さん登りに行ったぐらいなんで、そんな病んではないんですけども、まず、まあ、何のために動画撮ってるんやろっていうのがついにあったんですよね。この花をついに 動画を撮る意義を失う。これまじ226事件に匹敵します。これ犬飼い強しに匹敵するレベルの出来事かなと思います。てか正直人生で初めて味わった挫折と言っても過言ではないかもしれないです。正直。ガチな方で言う。ガチな感じで。まあていうのも、最近のさ、こう時代の流れって、YouTube 自体が、まあ、僕もね、100万人超えてからこう伸びづらくなってきて、まあ、伸びとかもね、止まってる。 チャンネルとかも多いと思うんですけども、僕らもその一つ、そのうちの一つで、登録者だったりとか、再生数とかしても、数字的なモチベーションを失い、失ってしまったっていうのが、まず一つあります。これに関して言うと、単純に実力不足といえば、その通りで、それまでなんですけども、 うん、まあ、やっぱり昔に比べて、その、やっぱ芸能人の人とか、たくさん参入してって、やっぱ一チャンネルあたりに YouTube に避ける時間っていうのが、ま、やっぱり少なくなってきたっていうのも、ま、あると思うんですけども、まあ、YouTube に対する、ま、難しさっていうのが、今年は、かなり上がったんじゃないかなって。ま、そう簡単にバズる動画っていうのは、もう作りづらい時代になったなっていうのが、ま、肌感としてはあります。で、まあ、これまでって、ま、俺は単純に、もう楽しければそれでいいっていう、 感じあったんですよ。楽しければそれでよくって、えー、まあ毎日毎日ね、まあ動画撮って、作って、みんなに楽しんでもらって、わ、楽しいなぁ、みたいな感じだったんですけど、なんか最近、やっぱりその自分も年取ってきて、もう本当にこのままでいいんだろうかっていう。っていうのも、なんか YouTuber の仕事って、ほんまにこう、一日一回一回が、すごく早,早い回転で消費されていくじゃないですか。うん、なんか一生懸命どれ,どれだけ一生懸命動画を作っても、 YouTube の動画って、その、何日もかけて見られるっていうかは、やっぱ1日2日で、賞味期限が切れて、また新しい動画っていう、そのなんというか、瞬間的快楽のために作る動画に関して、だからすごい虚無感を覚えたんですよね。それが YouTuber の仕事といえば本当にそうなんですけれども、終わりなきこのルーティーンを続けていくことに意味があるのかっていうことの心理にたどり着き出したんですよね。<laughs> ま正直それ自体をね、何も考えることなく、やっぱ純粋に楽しみ続けられるっていうのは、もう正直才能の域だと思うんですよね。で、僕自身もその才能は結構ある方だとは思ってるんですけども、まあ、それでもやっぱり、このなんか単発的消費の、この短期的コンテンツの消費の仕方のを積み重ねていく先に何が残るんだろうみたいなことをちょと考え出して、なんか日銭を稼ぐような動画を作り続けて、一体何の意味があるんだと。 いうのをね、悟り出してきまして、なんか最終的にこのまま行っても、今まで感想をよく頑張りましたでしょうぐらいしか残らないんじゃないかなと。 そのね、もちろんその瞬間瞬間の動画は楽しいんですよ。そこに嘘偽りはありません。やっぱみんなを楽しませたいし、自分たちも楽しみたいし、自分たちが面白いと思う動画を作るっていうのは、そこは変わらないんですけども、とはいえ、やっぱりその単発的な消費の仕方っていうものに、うん、少し疲れ始めてきたというか、なんでしょう、どういう気持ちでやってるんでしょうね、みんな。なんかちょっと飽きながらやってるんじゃないかなとか、そこ失礼ですけど、みんなもなんか俺と同じような気持ちでやってるんじゃないかっていう疑心暗鬼にかられ始めて、 で、正直、僕結構そういう意味を求める人間なんで、ここ最近になって、やっぱり自分が YouTube をやる意味を新しく見出し直さないといけない,いけない時期かなっていうのを、まあ思い始めました。これでエピソード0缶 <laughs> いや、これエピソード2も入ってたな。ごめん。エピソード1も入ってたな。鼻をしにの扉に立つ。ここまでで、えー、2話が完結しました、今。まあこっからですね、 YouTube、自分が YouTube をやり続ける意味をもっと長期的な視野で見出さないと、これはちょっと頑張れねえぞってなっちゃって、まあ、正直ね、僕一人だったら、まあ、それでいいんですよ。僕一人だったら、俺今頃ね、もうキャンプ動画とかばっか上げてるね。なんか正直ね、こう自分自身に関しては、もうね、満足しちゃってるんですよね。っていうのも、 やっぱりね、もう自分はもうそこまでの人間じゃなかった、なかったんですよ、ほんまに。もう高校の時代の、やっぱ陰キャ時代から思ったら、本当にもう、友達が一人も、まあいたけど、一人はいたけども、も文化祭をブッチして、いつも通学路と逆方向のね、滋賀県の北の大地まで、文化祭をサボりに行くっていう、あの頃に比べたら、もうほんまにマシな人間だったなって、もう心から思うももう、もうびっくりすると思うこう、自分のね、ちょっと急に話変かってごめんやけど、 すごい。よくやった。<laughs> もう死んでもいい。自分一人だったら、もうね、俺はもう花尾の隅っこっていうね、あ、間違えた。ソロ暮らしの花ィっていう花尾のね、しょぼいチャンネルがあるんですけども、もうそこでね、気銭を稼いでね、ゆるく生きるみたいな、そんなんでいいんですよ。もう本当は。ただね、そうじゃない。そうじゃないんですよね。もう俺には、運命を共にしてしまった、たくさんの仲間たちが、いるんですよ。 伝言もいるし、編集してくれる子たちや、関沢の子たちもいるし、だから正直、もう俺一人で病むわけにはいかん。もう、てか、俺が一番病むわけにはいかない存在だということは自覚してるんですよね。なので、立ち上がらないといけないっていう気持ちはあって、まあそっからね、すごく考えました。すごく考えた結果ですね、まあ一つの結論としては、 えー、自分の価値を次の世代の子供たちに受け継がせるっていうのが今の俺にできる社会貢献なんじゃないかなっていう。まあ、社会貢献って言ってもごめんほんと身内だけで申し訳ないんですけども。まあ、それが、まあ、今のね、動画のあり方につながってるんですけども。まあ、もう一つモチベーションにしてるのが、あのね、僕はぼっちは好きなんですけどこの、ね、この環境好きなんですよね。この今のオフィスのね。やっぱみんなといるの好きなんですよね。結局。もう単純にね、好きなんですよね。もう後輩とか。 ま、メンバーがね、みんな好きなんですよ。で、そのためには、まあ、お金をね、まあ、稼いでさえいれば、まあ、ここの家賃は別に払えればそれでいいわけなんですけれども、うん、なんかずっと停滞したままさ、まあ、停滞して満足してる自分を、まあ、自分一人やったらそれでいいんですけど、まあ、これはちょっと見えなんですけど、やっぱかっこいい父さんでありたいみたいなもうそれです。で、その辺は、あの、鼻をね、あの鼻をはちょっと平沢としてですけども、まあ、ノートでね、 その辺はまとめてあるんで、まあ、よかったら読んでみてください。YouTuber で、まあ、正直これぐらいガチで真面目に書いてる人いないと思うんで、迷、まあ、いわゆるい小羊の人はね、もしかしたら参考になるかもしれないんで、まあ、いろいろ読んでみてください。で、まあ、そういうふうに、まあ、考えた経緯を、もうちょっと説明すると、僕には積文サークルっていう、まあ、後輩の組織があるんですけども、まあ、後輩たちが運営してるチャンネルがあって、もともとはそれは僕が、 部員を集めて、えー、作った組織なんですけれども、まあ正直ね、もう彼らとはまあ大学1年生からの付き合いで、まあかれこれ作ってから3年になるんですけども、はい、丸3年。まあついにですね、早いことで彼らも、まあ大学4年生になる年なんですよね。えー、まあその中で彼らも、まあ就職活動をするような子も、まあちらほら、まあ出てきてはないんですよね。それがまた。 っていうのも、まあこれほとんどが、まあ陰紙、まあ院に進むんで、まだ、こう、異が多いんでね、まあ陰に進んだりするか多いんですけども、中にはですね、だんだんと YouTube の道で食っていこうかなって考えてるやつが出てきたんですよね、ついに。つまり、遊びでやってたのが、ついに本気にならざるを得なくな,なってきた瞬間っていうのが、いよいよ訪れてきたわけなんですよ。で、俺は最初、積分サークルを作った時に、 もうなんか最強のビジネスマンみたいな、もう意識高い系に育て上げようと思って、なんかすごいこうビジネス書籍とか読ませようと思ったんですけども、も当時はもうひどくて、電気は、トイレの電気は消せへんわ、牛乳は勝手に飲むわ、マクドのゴミは置いて散らかして帰るわ、みたいな感じで、まあそれはそれはね、まあちょっと、まあ正直ね、もう新築林の野郎どもの集まりだったわけですね。もうそれを見て、もう当時ね、めちゃくちゃ絶望したことを覚えてます。 もうやみましたもんね。もう最初は意気揚々と、もうこいつらは俺は意識高い系集団で育てあげるんだ、うん、えー。意気込んでたんですけども、もうね、その目論みは儚くも散ってしまいましたね。最初の1ヶ月で。でそっから5月か6月ぐらい、もうすごくやんで、まあそれでもの、なんとか、ここまで来たわけで、まあ彼らもね、まあ少しずつ成長してきて、で、今3年経った今ですよ。ついにですね、まあ彼らの中にも、YouTube で生きていこうかなと。 生きていいくことを決めた子もいますで正直、まあ、その判断に至るのってまあ少なくともなんか僕がセキュリンサークルって組織を立ち上げなかったら、まあ、彼らの運命は多分普通に就職するっていう道が道を選んでたと思うんですよねで正直その選択をした根本的理由の一つにやっぱ僕がいたからっていうのはやっぱあると思うんですよ僕が組織を作ってから今の彼らの選択があるわけで そこに対して少しばかり自己責任だなと思うんですけども、まあ、そこに対していささかばかり、まあ、やっぱ同じその、まあ、誰にも守ってもらえない、正直いつ終わるかわからない、この YouTube の世界で、本当の意味で共に頑張っていく仲間、仲間としてのリスペクトとか、まあ、自分の影響で後輩たちの運命を大きく変えてしまったっていう、まあ、責任っていうことでもないですけど、まあ、同族意識というか、まあ、親の気持ちみたいなところで、 まあもう少しサポートしていく必要があるなっていうのをまあ思いました。でこれまでは正直積文サークルに関してはまあ編集こそ教えましたけどまあ企画の考え方とかそういうものってあんまり教えてこなかったんですよ。で積文サークルっていうのは正直まあ発展途上で色々とやっぱ本気でやってる YouTuber に比べたらやっぱ YouTuber 一本で本気で頑張ってる人に比べたらまあ行動を一つとってもやっぱ遅かったりとかまだまだ未熟な面が多くて もうちょっと、てこ入れ、そこを手こ入れして、なんか組織として、なんかちゃんと固めて、もっと彼らはポテンシャルを秘めてるなっていうのがわかるんで、もっと花を咲かせてあげたいっていうのが、えー、ありまして、還元していこうかなっていうのを、まあ最近思い始めました。まあそういう背景がありまして、まあ自分のチャンネルのね、まあ影響力とか知名度っていうのもあるんで、まあ例えば出てもらったりとかして、本気で YouTube 一本でまあ頑張ろうとしている 後輩たちっていうのをまあ、もっとこう、知名度つけてあげたりとか、まあ、つけてあげるっていうかは、まあ、一緒にもう頑張ろうよっていうことですよね。まあ、お互いウィンウィンなんでね、僕もそれで助けてもらえるし、えー、彼にとってもそれはまあ自分の価値に繋がると思うんで、やっぱ最近はまあそういうふうなことを考えて、まあ、動画に出るメンバーをね、選ばせてもらってます。 これ、カレードスターで言うと、すごくわかりやすくて、カレードスターっていう僕の大好きなアニメがあるんですけども、それの主人公の、苗木げの空ちゃんじゃなくて、今の俺っていうのは、苗木げの空ちゃんの上司役のレイラ・ハミルトンなんですよね。もし、自分の前に挑戦者が現れたら、全力で戦って、破れること。それが、今日、私が取りに来た忘れ物よ。これこれだけ言いに来たの俺も今日、これだけ言いたかった。もう、全力で YouTube をやりたいやつが、やってきた。 その時しなければいけないこと。それは全力で花伝チャンネルに乗し上げて、私はその舞台から引くこと。今日私が取りに来た忘れ物がそれよ。っていうことなんですよ。もうこれだけ言いたかったもうほんまに今日。ついにね、レイラさんは今までね、主人公に負けることなく舞台を去ってしまった。これが主人公ソラの成長を阻んでいたんですよ。ところがどっこい彼女はそれを取りに来て、負けに来てくれた。もうこのね、潔さ。 ま、やっぱりそのね、自分の価値を自分のままに留めるんじゃなくて、それをね、次の世代に渡す。そういうことをしていって、どん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 やっぱ、なんか受け継いでいってもらう。やっぱ鬼滅の刃でもそうじゃないですか。鬼滅の刃でも、えー、ちょっとネタバレするけど、日の呼吸っていうさ、まあ、最強の剣士がいたじゃないですか。最強の剣士、よりいは、言ってたじゃないですか。ちょっとネタバレになって申し訳ないんですけども、兄上、テンションバチクソ上がりませんか私たちが死んでも。 私たちを超える剣士が次々と生まれて、生まれいずる。みたいなさ、そんなことを言ってたじゃないですか。まあ、なので、まあ、自分のところでね、こう、なんかこう、価値をせき止めることなく、もっと流動的に、えー、なんかどん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 受け継いでいってもらって、まあ、自分のね、得てきたものっていうのは、まあ、次の世代に還元していって、まあそうやって人を育てる方に、まあ、力を使いたいなっていうのが、もう今回の、もう、要。要です。これが今日言いたかったこと。 てな感じで、ま、そ、ま、さすがにね、ま、僕が抜けたら、あの、ま、視聴者の方も困惑すると思うんで、ま、それはないんですけども、ま、実質ね、花恋チャンネルっていうのはもう名前だけで、ま、実際はもういろんな、ええ、ま、いろんな子たちが出てきて、ま、楽しい動画を一緒に作っていく、ま、一緒に作っていくっていうチャンネルにしたいと思ってます。ま、そしてみんなが夢を叶えるような場所、ま、出発地点というか、うん、ま、寺小屋みたいな、ま、そんなイメージかな。 で、なので、コメント欄でさ、よく、まあ、ノエルに出せばいいと思ってるだろうとか、ね、なんか、オッティ出せばいいと思ってるだろうとか、まあ、そういうコメントとかあると思うんですけども、出せばいいと思ってるっていうかはあの、あの、当たり前のように出るんで、あの、出せばいいと思ってるとかじゃなくて、あの、出るんですよ、普通に。ちょっとそれは、あの、なんか、かま、そういうコメントがあると、なんかメンバーの一員として認められてないんじゃないかなっていうか、なんか、外から、外から来てる人みたいな風に、やっぱまあ、思うじゃないですか。 で、まぁ、あ、自分的にも、まあそれは、なんか明確にしてなかったんで、まあちょっと申し訳ない部分もあるんですけども、後輩たちも、まあ今やね、花ンチャンネルに、まあなくてはならないメンバーの一員なんで、まあ別に誰が出てもおかしくないんで、まあメンバー、そもそもメンバーだから出るのは当然やから、ただ、特定の誰かを、なんかメンバーとして見てないからこそ言うような発言っていうのは、えー、控えていただけると、えー、嬉しいです。はい、そこはもうよろしくお願いいたします。 まあそんなところです。ちょっとほんまにね、あの、たかたかメンバーの出演だけでね、ちょっと、ここまでする話なかったかもしれないんですけども、まあなんかこのチャンネルの良さって、やっぱ誰が出てもいいっていうところはあると思うんで、僕は基本的には出ますけど、まあ僕一人の時もあるし、まあで、花と、花尾と電顔の時もあるし、花音と他のメンバー、花尾と後輩だけの時もあれば、まあいろんなスタイルができるっていう、いろんなスタイルが受け入れられるっていうのは、やっぱ花電チャンネルの強みだと思うんで、 で今の時代って本当ユーチューバー、ユーチューブ自体が伸ばしにくい風潮になってると思うんですけども、まあそうやって新陳代謝良くして、まあ自分たちの強みを使いながら、まあ面白い動画を作っていけたらな、いけたらなって思ってるんで、えー、応援してもらえたら嬉しいです。まあ今回はこんなところで終わろうかなと思います。ほんまにちょっと真面目でごめん。だから言ったやん、これもう真面目で思んないで言うたやん、最初に。なんで手よう顔する <laughs> <laughs> そんなん見る前から分かってて、こんな思んないって。というわけで、皆さんご視聴ありがとうございました。また次の動画で会ってください。よろしくお願いします。さよなら。